シリカの店の様子でも見に行こうかな。割と人気なんだって。リスが自分の店のことのように喜んでたんだよな。それに肉まん食べたいし。やっぱり難しいわよそれ。そんな。シリカとリス、気持ちはわかるけどね。どうしたんだ二人とも。ちょっとリズさんに相談してたんです、新メニューについて。新メニュー？はい、最近お店のお客さんも少しずつ増えてきたので、メニューを増やそうと思いまして。それでカレーマンを売ってみようと思ったんです。実際にはカレーマンのような肉まんですけど。カレーマン、でもそれにはあまりにも手間がかかりすぎる。材料集めが大変だろうってリズさんが。私だって反対ってわけじゃないのよ。けどそれにかかるコストをちゃんと考えなくちゃ商売としては成立しないのよ。ですけど新しいメニューがないとお客さんに飽きられちゃうかもしれないですし。迷っているならまずは試しにやってみたらどうだ。お試し商品とか言って。それもありかもね。大変だっていうのは私の予想でしかないし、私もできるかなって簡単に考えているところがあるので試してみたいです。それじゃあ素材を取ってきてお店に出すまでを一通りやってみましょうか。じゃあ俺も付き合うよ。素材の穴場とか教えられるかもしれないし。ところで素材って何が必要なんだ。ですね、スパイシーハーブとイエローシード、イバラソウとファイアラットの牙です。肉まんの材料に加えてそれだけ必要なのよね。確かに結構な素材数だな。まあひとまず集めに行ってみよう。ドロップしたぞ。私も牙は5つゲットできたわよ。私は一つしかドロップしませんでした。レアではないにしてもドロップするのは 100% じゃないからな。これを一人でやるとなるとやっぱり大変なのは間違いないわね。まあ素材を集める流れは大体分かったわ。じゃあ次は町に戻ってカレーマンを試し売りしてみようか。見るからにうまそうだったからな。シリカ嬉しそう。なんかいいな。なんだよリス。ほら、初めてお店を持った時に味わう気持ちってその時しか味わえないじゃない。あれこれチャレンジしてみたくて。そういうのちょっと羨ましいなーって。なるほどな。リズもそうした思いをして今に至るんだよな。うん、まあね。リズさん、すっごく売れました。見てたわよ、やったわね。あっという間に売り切れたな。この分だと今日買ってくれた人たちがまた買いに来るかもしれないぜ。そうなんですよね。けど材料集めは思った以上に大変でしたから。だからコストは重要なのよ。けどね、コストを抑える方法を考え
places to keep them clean. I'd be able to keep them for my own business man. What do you mean? Have them keep them green? ピストンにとってきてもらえばいいってこと。ピストンクラブだから。今日集めた材料って普通のプレイヤーは使い道がないから、大体は道具屋とかで売っちゃうはずよ。だからシリカがみんなからほんの少し高めに買い取ってあげればいいのよ。なるほど。そうすればとりに行くよりも簡単に材料が集められますね。さすがリスだな。やっぱり商売人だ。 これでもコストはまだ高いけど、シリカがせっかく思いついた商品だしね。ありがとうございます、水さん。よし、カレーマンの販売頑張りますね。いい方法が見つかってよかったな、シリカ。はい、応援してるわよ。頑張ってね。 Let's see if this shop moves.